本で埋まってて本が固定されてる。2つ分足りないですね。なんだろう、さっきから変な感じが。え、なに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 、はるさん。かわいい。こういう本を使います。おお。何があるんだろう、ここ。資料か？なんかいっぱいあるけど。ここは一体地下書庫でしょうか。ちょっと寒いね。調べよ。このホワイトボード、人の絵が描いていますね。この絵、誰かに似てるような気がしない？この絵の特徴量だけでは何とも言えません。ですよね。え、待って、地球号って書いてね、これ。一番上、これは新聞記事でしょうか。一部分が切り取られてますね。読めないんだよな、でも。先生、ここに来てたんだ。こんな地下の奥深くで何をしていたのでしょう。ん？どうした？あ、また。はるちゃん。いやー、これ怖い。痛い。痛い。また、死んじゃ。195助けて。え、 195？ なんで？195？ 私気絶してた。おはようございます、はるさん。なんで？なんで助けてくれなかったの？私、死んじゃうかと。すみません。意図的に応答しませんでした。なんで？なんで？わかったんです。頭痛の原因が。ほう。なんだい？この図書館に来てから、脳内の、なんて読むんですかね。ふ。あら、あらがわろ。腹側炉かな。異常に熱を帯びていました。そして今、その機能を取り戻したようです。ほう。つまり、今のハルさんは。あ、字が読めるようになっているはずです。おお、読めるようになった。本当？本当です。ハルさんの脳内の識字機能の回復を確認しました。おお。字に囲まれているこの図書館で字を読む機能が刺激されたのかもしれませんね。ああ、そのために分かっとったのか、今。じゃあこの記事を読んでみよう。あ、これで読めるようになった。字を読む。え？読めなくなっちゃった。1月20日、大事なタイミングで。4月20日、195番道路にてトラック事故。20日午後18時15分過ぎ、195番道路付近で中型トラックが信号機に衝突する事故があった。中型トラックは信号機に衝突し、運転手の死亡が確認された。その後の調べで、トラック運転手には持病があり、運転中意識を失っていた可能性があると分かっている。95番通路ね。この事故で現場にいた。
めっちゃ大事なところがない。ハルさん、これどういうことでしょう。195がいる道路で事故。1月20日って2ヶ月前の出来事ですね。ですが、そんな大きな事故が今、195の中にあるログを遡って見ています。もしかして事故の記録がわかるかもしれません。なんかわかるかな。あ、探せた。195の1月20日のログ結果出ました。え、事故ないよ。あ、鳥肌やば。なかったことになってる。でもこの新聞記事には、うわ、まただ。なんでだ。そうだ、私、うわー、びっくりした。あ、あの日あの道路で人が引かれ、人が。ハルさん、落ち着いて呼吸を整えてください。まずは息を吸って。あー、その事故を目撃したショックで記憶がことかな。ハルさん、落ち着きましたか。うん、だいぶ。でも、先生はなんでこの記事を。先生はここで一体何をしていたのでしょう。いい方に捉えると、春がここに入らないように仕向けたのかなとも思えるけど、どうなんだろう。195はなぜこの事故を覚えていないんでしょうか。そうだよね。本来なら覚えてるはずだよね、195は。の事故現場にいたわけだし。寒いね、ここ。ハルさん、体温がかなり下がっていますね。うん、ここ寒い。出る？一旦ここを出ましょうか。うん、調べても絵だけだもんな、ここは。ちょっと今のやつを見ていこう。黄色の本棚に青い本を挿した。後ろにはエレベーターが隠れていた。この青い本はこの図書館にとって大切なものなのかもしれない。だったらなぜこの本が私のカバンの中に入っていたのだろう。あ、この本のことか。鍵って、地下書庫の鍵が盗まれた。多分この本のことでは。え、私は地下書庫で字の読み方を思い出したの。地下書庫にあった新聞には195番道路の事故について書かれていた。この事故と195に何か関係があるのかな。先生はここで一体何を調べていたんだろう。私がこの道路で倒れていた理由も関係があるのかな。人が引かれる瞬間を見ていたはるちゃんとその事故現場にあった信号機。この事故が結構関係ありそうだな。でもなんだろう、信号機と衝突したって言ってたけど、ん？今度こそまずい状況なような。警備長、地下書庫の様子はいかがでしたでしょうか。みんな集まってる。我々に命令を下してくださいってあります。じゃあ全員帰っていいよ。話しても大丈夫なんだ。了解であります。無能の集まりだったわ、ここ。やっぱり先生はいなかったね。先生は図書館に来ていたことは分かりましたし、悪い成果ではないと思いますよ。
でもこっからどこに行けばいいんだ。でもどこに行っちゃったのかわからないよ。そうですね、字が読めるようになったので情報を集めやすくなると思いますが、あれ読もうよ。字といえば事件の詳細の報告書見ていませんでしたね。あ、そうだね、ちょっと読んでみようか。これ気になってたんだよ。秘密書庫の鍵盗難事件の報告書。はい。当館で秘密書庫の鍵の盗難がありました。事件解決まで永続的に関係者以外の立ち入りを禁じます。事件にあたり疑わしき人物を探しております。容疑者についての特徴。女性はある日突然幻想図書館に現れ、数日間利用していました。女性はある日ぱったりと幻想図書館に来なくなりました。翌日盗難事件が発覚しました。接触したことのある職人曰く、容疑者は首に黒いチョーカーをした灰色の髪の女性です。先生だよな。首に黒いチョーカーをした灰色の髪の女性、先生が容疑者。盗難されたのは数冊の本です。その中には秘密書庫の鍵も含まれています。秘密書庫の鍵、まだ続きがあるみたいです。接触したことのある職人曰く、容疑者は自分の名前をハルと名乗っていた。なんでだ。え、嘘。ハルさんと同じ名前を。これは一体。え、先生、こういうことですかね。ほぼ同時期、当館の姉妹館である幻想美術館の倉庫には何者かが侵入した痕跡があったそうで。美術館。あー、なんか一個飛ばしちゃったな。同一犯による可能性が高いと見ております。あれかな、パパッと早く送っちゃった感じかな。報告は以上です。美術館、あー、まあ195からしたら分かんないか。美術館、なんで先生が私の名前を。まだ先生とは断定はできませんよ。先生に似た人物かもしれませんし。確かに。でも私はどうしたらいいの。少し情報を整理したいですね。そうだね。一旦クジラに戻るのはどうでしょう。今のハルさんなら青い本が読めるようになっているのかもしれませんし。確かに。ちょっと読んでみようよ。そうだね。少し、ハルちゃん、あ、ハルちゃん、ねえ、ハル先生、ねえ、いつまで追いかけてくるの。下の先生がちょっとザザってなってるのはなんででしょうか。え、どいやこういうのやめてくれない？本当にさ、偽物のくせに。夢？偽物？ハルさん、おはようございます。帰ってこれたの、ここまで。おはよう。今日は結局あのまま寝てしまいましたね。の？幻想図書館から帰ってきてクジラで青い本を読もうと言ってたじゃないですか。ここから帰ってくるまでの記憶がないな。そうだっけ。相当疲れていたんですね。じゃあ早速読んでみましょうか、青い本。